はい、本日はですね、軍パン、かっこ、チノパン、かっこ閉じるの1週間コーデをやっていきたいなというふうに思います。で、この1週間コーデはですね、僕以前、黒のスラックスとかノースウェイスとかで1週間コーデはやらせてもらってるんですけど、まあ意外とですね、好評やったりとかしててですね、まあそしたらちょっと軍パンでも作ってみようかということで、今からやっていくんですが、まあ、最近アウトドアから派生してミリタリーとか、あと釣りとかっていう系のファッションって結構流行ってると思うんですけど、まあ、今回使用するアイテムっていうのが、こちらの軍パンを使用していきたいなというふうに思います。で、これはですね、ナイジェル・ケーボンっていうところのブランドのパンツになってるんですけど、一応イギリス人が作ってるミリタリーウェアっていうことになってて、まあ、結構ワイドパンツにはなってるんですが、まあ、ベージュ系なんで結構合わせやすいので、もうこの1本を使って1週間のコーデをやっていきたいなというふうに思います。でですね、このコーナーはですね、結構皆さんですね、あんまりコーディネートは特に参考にはしていただいてなくて、もうどっちかっていうと僕の雑談をメインで見ていただいてる方が多いと思うので、まあ、相変わらずコーディネートはちょっと手抜きしながら、まあ、雑談をメインでやっていきたいなというふうに思います。でですね、まあ、今回もいつも通り設定をつけていくんですが、今回の設定っていうのがですね、1週間コーデしていく中で、28歳の男の子をイメージしようかなと思ってます。まあ、なので僕が実年齢が30歳なので、まあ、2歳ほどちょっと若作りした状態で、28歳の男の子がこの軍パンを履いていくという感じにしていきたいなと思います。ちなみに、お仕事はですね、工場勤務ということになっているので、28歳工場勤務、趣味はサバゲーということになってますので、1週間見ていきたいなと思います。月曜日はですね、上にトップスにシャツを持っていたっていう感じになってですね、一応実はですね、このシャツの中に T シャツを入れてるんですけども、僕普段このシャツ着るときに、きれいめで着るときはもう中に何も着ずにシャツ1枚だけ羽織って着るっていう着方するんですが、これはあえてミリタリーっぽくというか、ちょっとカジュアルっぽく着たいので、シャツの中に T シャツとかを入れてカジュアル要素をちょっと出してるという感じにはなってます。さらにもうちょっと細かく言うとですね、シャツがこれボタンダウンのシャツになってて、要はこの襟を折り返した時にこのボタンで留めれるタイプになってるんですけど、このボタンを締めた方がよりカジュアル感出るので、これは今回締めて着てるんですけど、普段とかきれいめに着る時はこのボタンも外しちゃって着てるっていう感じになってるので、今回のイメージはちょっとカジュアルっていう感じで、工場勤務で週明け一発目っていうことなんですけども、ちょっとかっちりやっていこうじゃないかということで、向こう行ったら制服着替えるので全然誰に見せることもないんですけど、自分の気分を高めようっていうことでシャツをこの日は着てるということになってて、ちなみにこの日は日勤ですね。日勤で、午前から夕方までという仕事になってますので、今から向かうという感じになってます。あともう一つちなみに設定入れておくと、実家暮らしということになってますので、次の火曜日に行きたいなと思います。はい、では次火曜日です。火曜日はですね、こんな感じでパーカーを合わせてるんですが、もう本当にラフにシャワーバンズでチノパンでパーカー、チノパンなんでもうパーカーは 100% 合うので、一応パーカー合わせてるんですが、この真ん中の胸のところにノースウェイスのロゴで赤が入ってるっていうことで、赤は一応勝負の色っていうことになってますので、ここに赤のワンポイントを入れてみたっていう感じで、他にいっぱい引き出してひっくり返して、僕赤の洋服あるかなとも探したんですけど、残念ながら赤の色入ってるのがこれしかなかったので、一応気合を入れるために真ん中に赤を持ってきたっていうことになってて、この日に関してはちょっともし仮にあったかい場合、これも一応日勤なんですけど、あったかい場合はロンティースタイルっていうのもあってですね、このロンティースタイルは上をロンティーに変えてるだけなんですけど、一応これは出勤スタイルになってて、出勤はですね、基本的にはもう車の鍵と財布しか持っていかないっていうラフスタイルになってて、もう向こうの工場の中に全部着替えとかが入ってますので、で、ちなみに向こうに行くとちゃんと帽子もかぶってマスクもして働いてますので、こんな感じの荷物少なめ男子っていうことになっております。ベージュのパンツ合わせる際に気をつけることっていうのは、後で後半で話していくんですが、黒やったら絶対合うので、黒のトップスさえ持ってこれば合わへんってことはないので、こんな感じで無難に合わせたっていうのが火曜日ということになっております。基本的には車で移動するので、雨の日であっても関係なくこういう感じのスタイルという感じになっております。では次水曜日いきます。はい、水曜日はこんな感じですね。これは一歩間違えれば大学生スタイルってことになっちゃうんですが、一応28歳で、肌とかもちょっとくすみ出してるっていう感じなんで、大学生スタイルをしてもちょっと大人っぽく着こなせるっていう感じにはなってるんですが、もう 3,4 歳若いとですね、ちょっと大学生っぽく見えるっていう感じになってるので、ちなみに大学生に見えないポイントとしてはですね、シルエット感で大学生とちょっと雰囲気を変えるってことになってて、多分ちょっと若く見せようとするんならパンツをもうちょっと細くしたりとかすれば若く見えますし、あともうちょっと色を足せば若くは見えるんですが、28歳で、ぼちぼちのお年頃ということなので、グレーパーカーに、チノパンといういかにも大学生スタイルなんですが、一応ここは俺は大人としてと。いう感じでやっております。ちなみに工場内での地位というか役職に関してはですね、一平社員ということになってますので、別に後輩もおるし年上もおるけども工場内で友達はいらないっていう感じになってて、まあこの日はですね、一応趣味がサバゲーということなんで、土日は毎日サバゲーしてるんですけど、この水曜日もうずうずして仕事帰りにサバゲーに行くというスタイルになってます。ちなみにこの日はですね、サバゲーに行くんですが、本当にラフな格好をしてるので参加するわけじゃなくて、サバゲーの店長さんと喋りに行くというスタイルになってます。仕事終わりにちょっと寄って店長さんと少し喋って、ほなまた今週土日来ますわ言うて帰っていくというスタイルがこの水曜日の大学生スタイルですね。はい、では次は木曜日です。木曜日はですね、こんな感じでシャツ、半袖のシャツの下に長袖のロンティー着てるっていう感じなんですが、これがですね、一応昨日昨日の晩にですね、地元の友達からちょっと誰々結婚するらしいで集まっとこうぜって言われて、 OKOK ほんなじゃあ明日集まろうかっていう時のスタイルということになってます。なのでこれで仕事に朝行って、で、夜はこのまま飲み会に参加するというスタイルになってるので、一応チノパンは使ってるんですが、ちょっとファッショナブルの方がいいかなということになってるので、ちょっと柄を入れて、20代っぽさも出しながら、こんな感じで飲み会に参加するという予定になっております。ちなみにその飲み会はですね、地元は男5女5ということになってて、その女5の中に1人ちょっと可愛い子がいてるので、あわよくばその子と、もう少し距離を詰めれたらいいかなというコーデになっております、はい、という感じで話してるんですが、基本的に僕これ台本なしでもうバンバン喋っていってますので、設定に矛盾がところどころ生じますが、ちなみに今週は日勤でした。夜勤は来週でした。なので日勤やったので全部オール日勤できます。で土日が休みという設定に今変えました。はい、というのが、木曜日ということになっているので、この後飲みに行くという感じになっております。では次金曜日いきます。はい、では金曜日がこんな感じですね。ちょっと荷物持ってるんですが、実はですね、これはこの日仕事行ってそのままサバゲの大会に出るっていう、土曜日の大会に向けて遠征するっていうことになってますので、この28歳の工場勤務は一応関西に住んではいてるんですけども、大会サバゲの大会が東京でありますので、仕事が終わったらそのまま寝ずに東京へ向かうというスタイルになってます。なのでカバンにはですね、サバゲーの道具一式、そして靴はですね、一応なぜか知らないけど安全靴を持っていくということになってて、仕事終わりにもう家に帰らずにそのまま出ますので、こういうスタイルということになってまして、ちょっと東京に行くからなめられたらあかんなということで、一応上にはレザーを羽織ってですね、ちょっと男らしさも出しながら、東京へ向かうというスタイルになっております。ちなみにですね、昨日の飲み会に関してはですね、ただただ 2,3 時間楽しく飲んで帰ったというだけになってますので、可愛い子との距離は全然縮まらんかったという残念なちょっと表情にはなってるんですが、そんなことよりも明日のサバゲーの大会の方が今は楽しみという状態がこの金曜日ということになっております。はい、では次は土曜日ですね。土曜日はいざ大会本番ということで、これは東京になってるんですけど、東京の大会の会場の近くってことになっててですね、一応サバゲーをこのまま入れるであろうというスタイルになってるので、パンツはイギリスの方が作ったミリタリーウェア、上はアメリカ軍がほんまに使ってたミリタリーのジャケットってことになってるので、一応国はちょっとアメリカとイギリスで違うんですけども、ミリタリーで上下を合わせてるということになってて、このままマスクかぶってサバゲーの大会に出るっていうのがこの日になっております。ちなみにですね、土日は仕事休みなんですが、仕事は先ほど言ったみたいに平社員ではいてるんですけども、サバゲーに関してはものすごい腕が立つので、全国でもトップ5に入ってるっていうのが一応この28歳の男の子になってて、サバゲーの大会に出ると少し有名人なので、顔を刺されるという感じになっております。なのでサバゲー界では知らない人はいてないというぐらい、腕の立つサバイバーということになってるんですが、それのスタイルっていうのがこんな感じと、あえてベージュで上下合わせて同系色でやってるんですけども、少し色味を変えてるので、なんとなくコーディネートとしてはハマるかなという感じになっております。ちなみにこの日はですね、ちゃんと革靴履いてやってますので、本当やったらブーツが良かったんですけど、我が家にブーツはないので、あえて革靴ということになってますので、本来ならブーツの方がいいということになってます。はい、日曜日がですね、その、サバゲーから帰ってきた後、関西にこれはもう帰っては来てるんですけども、関西に帰ってきて、幼馴染の女の子からちょっと相談乗ってって言われてカフェに誘われたスタイルということになっててですね、その女の子に対しては全然興味はないんですけども、一応なんか相談乗ってほしいって幼馴染の頼みなので、しぶしぶ聞くっていう感じで、一応カフェに行くのでカーディガンパッて羽織って、ちょっとこじゃれた感じを出してるっていうのがこの日曜日ということになってますので、この1週間コーデのコーナーっていうのは基本的に女の子が好きな設定が多いんですが、今回に関しては女の子も多少は出てきたんですけど、それよりもサバゲーに夢中っていうのが、今回の1週間コーデのテーマ大きなテーマになってるかなというふうに思います。はい、ということでですね、1週間のコーデを見てもらったんですけども、こういうベージュのパンツを履く時のちょっとしたコツっていうのが一つありまして、それをやっていただくだけで結構雰囲気変わったりとか綺麗に履きこなせたりするので、その辺を僕なりのコツにはなってるんですけどご紹介していきたいなというふうに思うんですが、今見てもらった全ての1週間コーデって、このベージュのパンツを使ってて、上はトップスは基本的にグレーとか黒とか白とかモノトーンな色が多かって、何箇所か柄が入ってたりする時はあったんですけど、基本的にはモノトーンが多かったかなと思うんですが、このパンツを履くコツとしては、1つ目は上をモノトーンを持ってくるっていうだけで雰囲気が大人っぽくなるっていうのと、2つ目っていうのが大学生との差別化をする際になんですけど、これ重要なんですけど、上を例えばグレーのパーカーとか黒のパーカー持ってきても下がチノパンで大学生っぽくなることって結構あると思うんですけど、それを大学生っぽく見せない一つの方法っていうのがですね、チノパンにしっかりプリーツをつける、折りじわをつけるってことになってるんですが、これ見てもらったら分かる通り、別にアイロンとかは僕してないんですけども、極端な話アイロンしてもいいぐらいピシッとやった方が大人っぽい感じのチノパンの履きこなしになっててですね、これ僕広げたら分かるんですが、このプリーツがしっかり入ってる、前に線が入ってる状態になってるんですが、こういう状態であれば軍パンなんですけどもちょっときれいめな印象というか大人っぽくまとまりやすかったりするので、僕はもうこういう風にあえてプリースができるようにして、ハンガーにこうやってかけちゃっていつもずっと置いてるって感じになってるので、もっと気になる方はしっかりアイロンかけたりとかした方がいいと思うんですけど、僕はそこまで用しないんで、もうこうやってハンガーにかけてるだけで、一応多少この線ができてるかなという感じになってますので、この線があるかないかだけで全然違うくて、くしゃくしゃなチノパンって本当に汚らしいイメージが出たりとか子供っぽさが出るので、極力こういう綺麗な感じで履いた方が大人っぽく履けるんじゃないかなっていうのが一応僕なりのコツという感じにはなってます。はい、という感じでお話はしたんですけど、あまり僕のそのコーディネートのコツは聞いてはる方少ないと思うので、今日も相変わらず適当にその場で思いついてお話していったっていう感じになってますので、またこういうコーディネート、1週間コーディネートの動画を作っていきたいなというふうに思います。なので今日は軍パンに関してはこれで終わりにしたいなというふうに思いますので、また別動画でお会いしましょう。ではありがとうございました。